お疲れ。アメリカ英語のネイティブ表現、今回はアメリカの意味わからん不思議なスラング、2022年最新のアメリカのスラングを10個紹介していきます。参考ネット記事は概要欄にあるから、ぜひそれもチェックしてね。 OK, now let's get started. Top 10 American Slang Words in 2022. そんな記事からまず1個目は Bougie。 Bougie、 これは形容詞で Rich, Luxurious, Special, FancyLuxurious っていう言葉があるように、豪華なとかリッチな、あとはスペシャルなとかちょっとファンシーなっていう意味のある bougie なんだけど、例文 She's so bougie with that Louis Vuitton bag。 あの人ルイ・ヴィトンのバッグ持って超 bougie だよね。そういうことなんだけど、どういうこと？このスラング、bougie を、まあ、どっかで聞いたことあるなぁ、なんか聞き覚えあるなぁっていう人いると思うんだけど、実はこれ、女性ラッパーの Megan Thee Stallion の曲で、Savage っていうのがあるんだけど、その歌詞に、I'm a savage。Classic bougie ratchet ってあるんだけど、あ、これかってね。この曲めちゃくちゃ他にもいっぱいスラング出てくるから、ちょっと気になる方は聞いてみてね。Buzzin, buzzin。 これは形容詞で Amazing, really good などとてもいいという意味のスラング。なんかいいっていうことを表現するのにいろんなスラングがあるけど、本当に毎年というかもう毎月新しい言い方が出てくるぐらいだから、 Buzzin はぶっちゃけ初めて聞いたんだけど、例文だとThose potato chips are buzzin'。 え、言う？これ、いや言うらしいんだよね。うん、昔はね、 What's up? っていう風に、どう？元気？どうしてる？みたいな意味で buzzin'。 ただ確か S じゃなくて Z だったかなっていう記憶。この時代での buzzin' は Amazing, very good などという意味のスラング。 drip、 drip、 これは形容詞で、こうお洋服スタイリングがかっこいいとか、こう着飾ってる様子、そんなことを意味するスラング。例文は Her shoes and belt are dripping today。 dripping、 ドリップしてるっていう風に言ってるけど、私が好きな曲で言うと、ジェシーの Drip featuring Jay Park。 この曲もめちゃくちゃかっこいいし、で、このスラング Drip が洋服スタイリングのかっこよさとか着飾ってる様子を表しているように、ジェシーの Drip ミュージックビデオでもかなりかっこいい衣装だから、そこも注目。ぜひ気になったら見てみて。 Extra、 Extra、これも形容詞。似てる意味で言うとドラマチック、ちょっと大げさなみたいな意味合いで、例文 You don't have to be so extra about it。 そんな大げさに言わなくてもいいじゃんみたいな。これ結構使えるし、私もこれは extra っていう風に、まあ大げさだよね、あれって大げさだよねっていう風に言う時によく使うから、これ日常会話でよく使えるスラング。Salty, salty。 これは副詞で大げさなっていう意味もあるし、あとはちょっとくどいとか引きずってるみたいなニュアンスもあるスラング。例文は He got so salty after I didn't text back right away。 Rent free, rent free。そのまんまの意味、直訳すると家賃無料なんだけど、このスラングはあなたの推しが脳内に家賃無料で住み着いてるみたいな、そんな表現の仕方で、好きすぎてもう頭から離れない。これ結構面白いスラングだよね。
本当に比較的最近できたスラングだと思うんだけど、例文は Since I saw Shang-Chi, Simu Liu is living rent-free inside my head. マーベル作品の Shang-Chi を見てから、俳優さんだね、Simu Liu が頭から離れないっていうような意味。 Shook. Shook. これは形容詞で、似てる言葉だと stunned とか shocked とかっていう風にあるんだけど、まあ驚きを表しているスラングだよ。例文は That Oscar slap had me shook. That Oscar slap had me shook. これは例のオスカーで起きたあの事件ですね。びっくりした、驚いたことに対しての形容詞として shook。これはよく使われるよ。日常会話でも出てくると思うから、聞き取れたらネイティブ感マシマシだね。 Vibe check. Vibe check. これは動詞で、相手が楽しんでいるかどうかを確認するとき言うんだけど、例文 Hey Julia, Vibe check. Vibe all good. みたいなね。これは日本語でもなんかスラングでバイブスとか、バイブス上げっていうのかな、バイブスっていう単語はあるからちょっとは浸透してきてるよね。ってことは日本でもバイブスチェックってなるかな、なんないね。 Woke. Woke. これは形容詞で、似てる言葉だと Socially conscious, culturally aware、政治的、文化的な事柄に意識を向けていて、社会的不正に目を向けること、また意見をすることが woke。woke。アメリカだけじゃなくて、世界的にも政治的な事柄だったり、文化的なこと、何か問題があった時とか、あとは意見が対立している時、正しい情報に目を向けられていますか、意識していますかっていう風に結構日常会話でも使われるし、あとニュース記事でも使われるスラングなんだよね。例文は After his modern perspectives in poetry course, he became woke to different points of view. このように学校でも授業を受けたことで新しい視点に気づくことができて woke になったっていうような表現もあるんだよね。ここまで質問ありますか？あればぜひコメント欄に残してね。あとこのスラングを紹介する動画が好評だったら、もっともっとたくさん動画を作っていこうと思うから、 Please like and subscribe。 いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。 Okay, see you next time. Bye!